はい、お疲れ様です。今日もね、アルケランド動画を撮っていきたいと思います。プレイヤーレベルようやく40まで来ましたね。はい、ということで本日やっていく内容はですね、新しく来ているピックアップのね、ケツ2人に関してちょっと話をさせていただこうかなと思います。残り11日ということなので、まだね、先があるんですけれども、まあ、キャサリンとアタールかな、王の中の王ということで、まあ、取るべきなのかっていう話ですよね。まあ、無課金だとね、ガチャはね、効率的に引いた方がいいということと、まあ、あとはですね、次もね、すぐ、新キャラが来るらしいんですよね。だからその辺も考えて、このキャサリンとアタールどうすればいいかということをですね、ちょっとね、話をさせていただこうかなと思います。はい、まずキャサリンなんですけど、闇のメイジということで、まあ、ざっくり言うと火力を出すというよりはサポーター寄りのキャラなのかなと思いますね。で、特徴としてはね、召喚をできるということですよね。なので数的有利な状況を作れるということで、対人戦において特に強いのかなというふうに思っております。特性で味方が自身の隣3マックス内でアクティブ交戦時に強力技が発生する。味方にコブの2、バフですね。味方にバフを持ってサポートすると。行動終了時、自身の近くに影の使者を1体召喚して、影の使者のステータスっていうのは召喚者に依存はするということで、まあ、召喚ができるということですよね。で、こちらのスキル影の召喚で味方単体にはなるが、激励と頑固という結構なね、これサポートバフですよね、をつけられますね。仏光、魔光プラス 20% だったり、仏防 20% ということですよね。まあ、サポートは優れていると。そしてこちらですよね、この幽霊の集い、自身の周囲の空きマスに3体の闇のしもべを召喚できるということですね。だからね、この数的有利を作れるっていうことは、まあ、言い換えると行動回数を、相手の行動回数を1回奪ってるようなものなので、まあ、本来この召喚物に攻撃するものが本体にかかっ飛んでくるということを考えると、死亡ダメージとかもそこでね、チャラにできたりするということですから、まあ、このキャサリンね、今までにない使い方に幅が出るね、キャラですね。はい、でアビリティもですね、こう見ていくんですけど、これか、一番最後の方のが幽霊の集いね。これは取るのはだから時間がかかるんですよね。だからここまで取る前に性能はどうかってこともよく評価した方がいいと思いますね。ここら辺で回復の禁止ができる。まあ強いですよね。この辺が、あ、ここでサポートの影の召喚が出るんだね。だから早い段階で召喚はできるようになっているという形になってますね。まあこの辺もいいか。ね、うん、サポートはすぐできるんだね。で、影の召喚が割とこの辺だから結構早めにできるということですね。幽霊の集いをやるにはある程度育てないといけないという形になってますね。はい、続きまして王の中の王アタールで、まあ、見た目はめちゃくちゃかっこいいですね。見た目はめちゃくちゃかっこいい。これね、ただね、ざっと見た感じ、まあ、火力を出すキャラですね。火力を出すキャラなんだけど、どう考えても今持ってるジークとかシャーロットとかその辺と比較してしまう、それを上回る何かがあるのかっていう話なんですけど、まあ、この流血かな、流血状態の時に会心と会心ダメージが 20% 上がるということなので、まあ、そこでね、火力の増幅っていうことができるということですね。まあ、仏棒も 30% 無視するとかね。ですので、これがハマれば強いんかもしれない。まあ、ここになるともうね、使ってみないとわからないっていう形ではあるんですけれども、あまりね、今のところ、うん、どうなんだろうって、わざわざあえてアタールにする意味は何だろうなっていう感じはしちゃうんですよね。この流血状態の時会心ダメがっていうのが、この竜王竜なんとかなんとかっていうのが、結構育てないといけない状況ですよね。それまではどれが強いかっていうと、まあ鼓舞をするってことかな。まあこれもバフ、ダメージアップのバフだし、会心が増える。まああんまり特徴がないんですよね。1マスの再移動、これか、敵1体命中につき1マスの再移動を獲得。まあ再行動とは違うんですね、これね。はい、で一応ね、専用武器見てみると、これね、両方とも専用武器は取った方がいいですね、使うんであれば。まずキャサリンの専用武器なんですけど、フィールド上に自身の召喚物がある場合に、ステータスプラス 2% 死亡を防ぎ、ここね、死亡を防ぎっていうのはめちゃくちゃ強い。なのでキャサリンをやっぱり使うとしたら、専用武器は必須と考えていいのかなと思いますね。
まあ、キャサリンに関して言うと、まあ、他にはないね、強みがあるので持ってもいいですね。これはね、1体持っても全然ありじゃないかなという感じがしますね。一方でアタールなんですけど、アタールの専用武器の効果もターン開始時自身の周囲7マス内に流血の敵がいる場合ハントを獲得。ハントは移動力プラス1、4ダメ、火ダメマイナス、まあ、これも強いので、まあ持ってる方がいいでしょうね。まあ移動力が増えるっていうのは純粋に強いのでね、この辺はもう持っておくべきでしょうね、アタールを使うとしたら。はい、ちょっとねお試しプレイやっていきましょうか。ここでねやっぱ見るのが一番いいので、キャサリンはデバフの付与に長けていて、死の呪いは敵にダメージを与えて回復禁止で敵の回復を制限できますと。まあただこれね、なんだろう、ここで使えるステータスってマックスの状態なので、ね、なんとも言えないんですよね。だからこの状態から使えるっていうよりは、なんだろう、もっと早い段階でも使えるのかっていうことを評価した方がいいですね、しっかりと。まあ、これはね、あの召喚物を出せるってことで、数的有利だからね、これは強いよね。幽閉の集いは闇のしもべを3体召喚できる。影の使者と合わせて1ターンに4回自爆し、防御無視をした固定ダメージを4回。だこれ強いんよね。欲しいけど、まあ欲しいんだけど、今はいいかな、まだいいかな。やっぱりね、対人イベントの方が力発揮すると思うから、ちょい待ちっすね、自分は。ちょい待ち。これ負けんじゃね。で盾まではいいよな。いやー強いねこの兵士。でここからはい、はい、ああこういうことね。踊って、はい、こう倒して、はい、こういうことか。さあアタールを見ていきましょうか。敵が1箇所に集中している場合、アタールのスキルで範囲ダメージを与えることができる。パッシブで王のパッシブでダメージを与えた後、自身と周囲の味方を強化できる。はいはいはい。でこう来て、あこういうことね。ああ強い強い、範囲攻撃。でここでアタールの MP マックスになると、敵単体の防御もして大ダメージね。あこれね、粉砕せよ。いやかっこよ、かっこよ。あーかっこいいっすね。はい、ということでね、本日はですね、新キャラの、解説というか話をさせていただきましたが、まあ、キャサリンに関しては面白いキャラですね。ただ、まあ、火力を自身で出すというよりは数的有利な状況を作ってやっていくということなので、まあ、唯一無二な性能ではあると思う。だけど、まあ、序盤で必要かっていうと、まあ、やっぱり対人とかの方が強そうなので、まあ、欲しいけど今はいいかなっていう感じですね。はい、まあ、でも全然取っても強いですね。使い方がちょっと慣れるまで難しそうだけど、光る使用法はね出てきそう。一方でこっちはアタールは、まあ範囲攻撃とか火力の増幅とかあるけど、アタールじゃないとダメなのかなっていうのがちょっとある。なのでシャーロットとか持ってるんだったら、そっちの専用武器を上げて強める方が強そうかな。で今度ねすぐ新キャラも来るので、そっちに割いた方がいい気がしますね。で2つともね、専用武器は、まあ、必須というか取った方がいいので、まあ、そういうことも考えて運用していただけるといいのかなというふうに思います。はい、ということで本日はですね、キャサリンとアタール見ていきました。参考にしていただけると幸いです。お疲れ様です。